幕末に活躍した新選組の中心人物、土方歳三などの出身地として知られる日野市で、日野新選組祭りが開催され、多くの人でにぎわいました。日野新選組祭りは、新選組の中心人物、土方歳三らが日野の出身で、新選組にまつわる史跡や資料館が日野市に数多くあることから、土方歳三の命日である5月11日にちなんで毎年5月に行われ、今年で17回目を迎えました。祭りは昨日と今日の2日間日野駅や高畑不動周辺で行われました。祭り一番の見どころは、新選組の団柄模様の羽織を着た大使が練り歩く新選組パレード。昨日の大使コンテストで選ばれた土方歳三らを先頭に、およそ800人が高畑参道通りや日野駅前の甲州街道を練り歩きました。まあ、来てみてこの迫力とかに圧倒されて、とても楽しいことができました。ぜひ一回来ていただければ、もう病みつきになるのはもう必然でございますので、もうとにかく一回来ていただければというふうに思っております。今日は天候にも恵まれたことから、主催者では両会場合わせて去年を上回るおよそ4万人が来場したと見ています。